こんにちは、Fスターの丸山です。はい、今回はですね、もう期待している人もかなり多いと思います、デッドプール&ウルバリンでございます、こちらね、初日見てまいりました。で、今回はネタバレなしレビューやっていこうと思います。アメコミ映画好きだったらもうみんな大好きなデッドプールの最新作でありますと。で、さらに今回 MCU に移って初の作品ですね。一体全体どうだったんだってところをね、ネタバレなしで、今日は話していこうと思います。で、今回ね、ネタバレなしなんで、このシリーズの概要というか魅力みたいなところを話しまして、ネタバレなしでの感想というところを話していこうと思います。で、その後にね、見といた方がいい作品っていうのもね、やっぱりアメコミ、シリーズものの映画なんであるというところで、そこも話していきますと。はい、で、今作ね、見たよって人はね、どうだったかってところをね、ネタバレなしで、コメントしてもらえるとありがたいです。はい、でね、見てない人もね、どんな作品になるかなっていうのを期待して、どんなところを、望んでるかってところをね、コメントもらえますとね、幸いでございます。はい、そんなところですね。はい、それじゃあやっていきましょう。今回はですね、デッドプールというところで3作目、シリーズ3作目ですね。最初1作目と2作目はですね、20th Century Fox で、制作されておりました。で、20世紀フォックスがね、マーベルに、マーベルというかディズニーですね、ディズニーに買収されまして、デッドプールがマーベルシネマティックユニバースに統合される初めての作品であるというところでありますね。で、さらにマーベル映画初の R 指定作品だというところですね。結構攻めましたね。今までのデッドプールをそのままやってくれんじゃないかっていう期待がね、もうありますよね、この R 指定ってところで。はい、今まで全部 R 指定作品でしたからね。デッドプールの魅力ってところですと、やっぱりえぐいアクションとギャグ、下ネタってところかなと思います。はい、まあ、えぐいアクション、もう本当にバイオレンスですね。もう本当に血みどろだし、人体破壊描写っていうのも本当にスプラッター映画ばりにね、人体破壊していきます。はい、で、さらにそのデッドプールっていうキャラクターが、その超回復能力というか治癒能力を持ってるキャラクターなんで、もう結構捨て身で戦うんですよね。能力として不死身なんで、結構その辺のね、むごい自虐ギャグみたいなところですね、その辺もやっちゃう感じがあると。これも笑える、これもギャグにしてってね、とんでもない作品ですね。はい、で、さらに下ネタ、これも結構えげつない下ネタ、もう何回劇中でファック言ってんだって感じだし、それ以外にも下ネタすごい多いしねっていうところもあるし、あとメタ的なネタですね。はい、デッドプールは結構第4の壁を超えるキャラクターなんで、第4の壁っていう、その観客に喋りかけるんですよね。観客であったり、あとは制作陣に問いかけみたいなところもあったりして、この脚本クソだなみたいな話とかね、するんですけど、もう実際の映画のタイトルの名前とかすごい出すしね。あとはその 1,2 でも結構その老眼ネタというか、ウルバリンネタを結構ちょくちょく入れてくるんですよ。はい、そういうところもあったりして、他の作品に比べて本当にとんでもない量のメタギャグですね。そこが突っ込まれてて面白いポイントですね。さらにその笑えてバイオレンスってだけだと、そんなにここまでね、売れないと思いますんで、もう一つそのはぐれ者たちのワンスアゲインものっていうね、このとても感情移入しやすいテーマっていうのが、ずっとあるシリーズだなと思ってまして、まあ、デッドプール自体ね、結構もう死にかけたんですよね。その癌を患ってて、なんでしょう、特効薬というか治すために人体実験をして、その不死身の体を手に入れたってところで、その薬の影響で結構悲惨なね、体の状態になってしまったっていうところがあったりして、結構ね、実はダークなね、羊をしているキャラクターであるというところがあったり、あとはね、おなじみのキャラクターとして出てくるドーピンダーというキャラクター、これはタクシー運転手なんですけど、その人がずっと出てきたり、あとはその盲目の、おばあちゃんですね、アル、デップの彼女ですね、バネッサなんですけど、夜のお店からこう、はい、成り上がってきた人なんですよね。はい、そういう感じでね、結構ね、一般的にハリウッド映画で主要のキャラクターにあまりなるような人たちではない人たちがこうメインで出てくる映画なんですよ。もう一度人生をね、取り戻そうとする様っていうのが描かれるので、なので結構かなり感情移入しやすいしね、アメリカで結構ね、ワンスアゲインもの、もう一度負け犬たちのもう一度立ち上がる様みたいなところはね、大好きなんで、そういったところが響いてるのかなと思ったりしてます。
で今作っていうところなんですけど、結構僕ねやっぱ心配しちゃってたんですよね。ディズニーに統合されるというところでバイオレンスのアクションとかえぐいギャグの部分ですね、そこが目減りしちゃうんじゃないかなっていうところが やっぱねどうしても心配してたところでありましたね。で R 指定じゃなくなって前年齢対象のトゲがなくなっている丸くなったデッドプールが来るんじゃないかなっていう気が若干してたんですけど、なんですけど監督がねショーン・レビーなんですね今回、まあフリーガイだったりあとはそのリアルスティールですね、ストレンジャーシングスの、制作組織もやったことがあるというところで、あじゃあなんか結構ギャグとかバイオレンス目減りしたとしてもなんか面白い作品になるんじゃないかなというところはなんとなく思ってましたが、そんな目減りは一切なかったですね。はい、ちゃんとデッドプールしてましたねそのあたりは、素晴らしかったですね。むしろそのギャグの部分メタギャグの部分ですねより進化してたという気がしてます。はい、公式で MCU に入ったってところでその MCU 周りのギャグがめちゃくちゃ使えるんですよね。今回そこを逆手に取ったギャグも結構あったりしてこれは感心しましたね。かなりねうわあの人出てきたわと思ったらそっちかっていうね、そういうギャグもあったりしてかなりギャグというかこれが結構テーマにも関わってくるところなんですけど、これも面白いところであったしあとバイオレンスアクションってところですね、それも2よりは過激な気がします。血の量も増えてるしなんか人体破壊描写の部分がめちゃくちゃ増えた気がしますね。前作よりも増えてないかなっていう気がする。結構ちゃんとグロいですね。はい、その辺は覚悟した方がいいと思いますね。デッドプールはねおなじみで、もうバタバタ人を殺しまくるんで、まあもちろん血みどろなんですけどさらにウルヴァリンなんですね今回。ウルヴァリンがねがっつり出てくる。だから本当にほぼバディーものですね。前作のねデッドプール2もねケーブルと2人でバディーものみたいなところは結構あったと思うんですけども本作はさらにそこをより、研ぎ澄ませてバディーものというところにガツになってたなと思います。で話を戻すと、ウルヴァリンもかなりね血みどろなキャラクターなんですよね。この人 もうウルヴァリンの引退作っていう当時ねなってたんですけどローガンっていう作品があります。 X-Men じゃなくて、ローガン、ウルヴァリンの単独の作品になってましてこれがねめちゃくちゃ傑作なんですよね。めっちゃいい映画なんでこれぜひ見てほしいんですけど、これもね R 指定作品だったんですね。血みどろの、ウルヴァリンの爪で人を刺しまくるハードボイルドな、ところがかなりあるクラシックな、話の棄却の仕方をするというねとんでもない作品だったんですけど、まあ、そういうのがあったんでどっちもね R 指定作品をやったことがあるってところで、よりもう2人が合わさるんですごい血みどろ血の量がめちゃくちゃ増えてますね。はい、これも何でしょう、まあ最高なところでした。で今作もう一つ良かったところっていうとフォックスへのリスペクトっていうのがすごくあったなと思ってて、ディズニーにね吸収されてしまったことによってもうなくなっちゃったスタジオなんですけど歴史はすごいあるところじゃないですか。そういうところにねしっかりリスペクトを感じる作品になってました。20世紀フォックスの功績を引き継いでまたディズニーでねこう新しい作品を作っていくっていうね気概を感じた作品でございましたね。個人的に気になった部分もありましてデッドプールが MCU に加入したってところがやっぱ出てるんですよね。はい、これは良くも悪くもですね本当にちょっと僕の中だと引っかかってて、っていうところですね。はい、まあちょっと詳しくはネタバレありの方でね、また話そうと思っております。はい、まあ、とにかく満足度はね結構高かった作品ではありました。はい、っていうところですね。はい、めちゃくちゃ爆笑したとこもあったしそいつみたいなね感じすごくあったしね、それはやっぱ MCU のね良さだったんじゃないかなと思ったりしてます。はい、で今作を見る上でですね、見ておくべき作品っていうのがやっぱりありますよね。 MCU 作品なんでね僕なりにねこれは見といた方がいいんじゃないかなと思ってるところを何個か言っていこうと思うんですけど新規の人にも見てほしいんで、まあ、少なめに言います。はい、まず、まあ、デッドプールシリーズですね1と2これは見といてほしいなというところですね。まあ、その他に、X-Men シリーズこれはねできれば全部見てほしいんですけどそんなことも言えないと思うんで、まあ、ローガンですねこれは見ておけば、大体いけるんじゃないかなと思ってます。 MCU のドラマシリーズですねロキ、はい、これがシーズン2までだったかな。はい、
これを見ておくべきだと思いますね。これもう予告でも出てるんですけど、そのロッキーシリーズで舞台になってた TVA というね、その時間管理局みたいなところがあるんですけど、そこが結構メインの舞台になってくるんで、これは見といた方がいいんじゃないかなというところですね。本当にできればなんですけど、アメコミ映画全部見といてほしい。マーベルのマーベル全般ネタグワーッと入ってくるんですよ。マーベル全般のネタを回収しようとしてくる作品なんで、結果全部見ろって言ってる俺怖いなと。最低限そのね、何本か見てほしいなというところでありますね。という感じでね、ネタバレなし編はこんなところにしとこうかなと思います。はい。でね、後日ネタバレあり編も見てもらえるとね、ありがたいですね。はい。よければコメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。で、概要欄の方にね、いろいろ貼ってありますんで、そっちもチェックよろしくお願いしますっていう感じですね。はい、それではまた。